マクロソフトオフィスのキージェンキージェンとはソフトウェアのライセンスキーを生成、取得するプログラムである。ソフトウェアの利用においてはインストールの際に正規の購入者しか知り得ないパスコードの入力が要求される場合があるがキージェンはこの認証を突破することができる文字列を生成するプログラムである。キージェンを使うことは大抵利用規約や 使用規約などに違反するのがほとんどで、使うことで犯罪になることもある。また、キージェンを名乗るマルウェアが少なからず存在する。キージェンの作成においては、認証を行うためのプログラムがローカルマシンで動作していることを利用する。そのため、キーの称号をオンラインで行う、ネットワーク認証などは、キージェンを作成することができない。攻撃者は、対象のインストーラーなどを、 デバッカなどを使用して解析し、認証を行っている部分を特定する。そして、認証のために利用されている関数などを特定することにより、パスコードを逆算するためのプログラムを作成することができる。ありがとうございます。